お芋ときたら栗とかぼちゃ。カフェ好き OL2 人が運営する東京カフェチャンネルが栗とかぼちゃのスイーツをご紹介します。動画を見て秋を感じていただけたら嬉しいです。それでは動画スタート。最初にご紹介するのは三軒茶屋にあるかぼちゃスイーツ専門店のかぼちゃ。パンやケーキ、かき氷、ドリンクといろいろなメニューにかぼちゃが使われているお店です。超人気店なのでケーキは電話でのお取り置きがおすすめです。今回はお目当てのかぼちゃの焼きプリンをいただきます。そしてこちらはなんとかぼちゃのフレンチフライです。焼きプリンはかぼちゃの皮を使っていて本物のかぼちゃみたいです。別添えのメープルシロップをたっぷりかけていただきます。プリンは2層構造になっていて、こちらは滑らかなかぼちゃクリーム、そしてこちらはかぼちゃのザラザラ食感が残る焼きプリンです。皮も柔らかくて美味しくいただけます。お芋のフレンチフライはほんのり甘くてホクホクとした食感です。マグカップまでかぼちゃの形をしていて世界観のあふれるお店です。この日はテイクアウトでかぼちゃのベーグルを買って帰りました。リベイクしたらもっちもち。中にはかぼちゃあんが入っていて素材の美味しさを感じられるベーグルでした。かぼちゃ好きさんにはぜひ一度行ってみてほしいお店です。続いては栗スイーツ、金重農園表参道をご紹介します。静岡県牧之原市がお届けする日本茶の体験型ティーサロンです。ほうじ茶モンブランを2つ、はい、店内はカウンター席4席のため予約が必須です。スイーツを作る様子をカウンター席から見られるのも金重農園の魅力です。栗のペーストに燻製ほうじ茶、クリームチーズ、ラム酒を加えて混ぜていきます。ラム酒は味をまとめる程度に入れているそうでお酒が強すぎず美味しかったです。こちらのペーストを冷蔵庫で寝かせてモンブランクリームが完成です。こちらはお口直しの煎り玄米とくるみの味噌和えです。今回注文したのは燻製ほうじ茶モンブラン。ほうじ茶プリンの上に先ほどのモンブランペーストを目の前で絞っていただけます。上から燻製ほうじ茶、大きい栗の渋皮に、そして燻製塩をかけて完成です。セットでついてくる栗ほうじ茶はおかわりし放題です。ほうじ茶プリンがプルプルなのでモンブランもこの通りめっちゃ揺れます。まずはじっくり焙煎したほうじ茶に甘みが強い国産栗をブレンドした栗ほうじ茶からいただきます。モンブランは口に入れた瞬間燻製の香りがふわっと香ってきます。ほうじ茶と栗の相性も抜群でとっても美味しいモンブランでした。3店舗目は銀座にあるホットケーキ屋さん、椿サロンをご紹介します。北海道が本店のホットケーキ屋さんで、東京には渋谷店とここ銀座店があります。定番メニューはプレーンとバナナ、ボロネーゼとジャガイモの4種類です。今回は季節限定のかぼちゃとマロンのホットケーキをいただきます。ホットケーキは注文が入ってから1枚1枚丁寧に焼き上げていきます。
北海道の小麦とそのでんぷん、卵、てんさい糖、海の粗塩のみを使用した完全無添加のホットケーキです。ギリギリレアな焼き加減にすることでプルプル食感を実現しています。ドリンクは北海道コーヒーのアイスとホットを注文しました。北海道ならではの深入りのコーヒーです。北海道ホットケーキのマロンとかぼちゃも焼き上がりました。ありがとうございます。厚焼きの生地2枚の上にマロンとかぼちゃのクリーム、北海道生クリームが乗ったホットケーキです。このホットケーキを食べるために生まれたカトラリーにもこだわりがあります。スプーンは雪かきのスコップ、フォークは牧場のクワをイメージしているそうです。プルプルなんですが、中までしっかり火が通った生地です。かぼちゃの素材感がしっかり残る優しい甘さのクリームです。こちらは北海道産ミルクジェラート、さっぱりとした甘さが美味しいです。自家製マロンクリームはしっかりとした甘さです。一つ一つ素材にこだわっていて、とっても美味しいホットケーキでした。落ち着く大人な空間でほっと一息つくのにおすすめのお店です。冷ました生地でクリームとフルーツをサンドした椿サンドはテイクアウトも可能です。続いては栗スイーツ、東京会館銀座スカイラウンジをご紹介します。東京交通会館15階にある展望レストランです。昭和40年、当時銀座一高いビルとして誕生した銀座スカイラウンジは今年9月にリニューアルオープンしました。残念ながら開店は止まってしまいましたが、ホール席すべてにパーテーションが新設し、プライベート感を大切にした空間に生まれ変わりました。大きな窓からは東京のパノラマを一望できます。いただいたのはマロンシャンテリーです。東京会館の初代青果長がモンブランを日本風にアレンジしたと言われている約70年多くの人に愛されているスイーツです。もう一つ、今回のリニューアルオープンを記念して登場した銀座スカイラウンジ限定のパフェマロンシャンテリー、シャンテリーは生クリームの中に裏ごしした栗がたっぷり入っているスイーツです。この日は期間限定で生クリームがアールグレイ風味になっていました。中には栗がたっぷりでシンプルだけど贅沢な味わいです。パフェの方はマロンシャンテリーに加え、マロングラッセ、バニラアイス、ラズベリーソースが入っていました。贅沢な気持ちになれる栗スイーツのご紹介でした。続いては世田谷駅すぐ近くにあるコーヒーとアクセサリーのお店、ブリックレーンをご紹介します。カップショートケーキが人気のお店で、季節ごとにオリジナルのスイーツを提供しています。今の季節は秋らしい色合いのショーケースです。コーヒーのお店ですが、前回グリーンティーラテが美味しかったので今回も頼みました。スイーツはかぼちゃのモンブランタルトと紫芋のモンブランを注文しました。カップの中にはスポンジと生クリーム、紫芋ペーストが入っていて、上には紫芋のクリームがたっぷり絞ってあります。
紫芋ペーストはこの通りめちゃくちゃ濃厚です。カップショートケーキはちょっと食べにくいんですが、可愛くて美味しいので毎年食べに来ています。もう一つかぼちゃのモンブランタルトをいただきます。ガレットのようなザックザクのタルト台の上にスパイスの香るかぼちゃのペーストが絞ってあります。小ぶりで甘さも控えめなのでペロッと食べられると思います。秋に限らず他の季節のメニューもとっても可愛いので、ぜひ一度お店のインスタを見てみてください。最後にご紹介するのは新宿にあるイタリアンレストランル・ブランです。看板メニューのドリアをはじめ、豊富な種類のパスタやスイーツなど、お食事もスイーツも楽しめるお店です。店内は可愛らしくておしゃれなレストランといった雰囲気です。この日はお昼時だったので、デザートと一緒にランチもいただきます。自家製のケーキの種類も豊富です。まずは看板メニューの魚介のドリアです。玉ねぎと魚介の旨みが溶け込むソースをバターライスの上にかけたドリアはとっても美味しかったです。ケーキは専属のパティシエがオリジナルで作っています。こちらは昔から提供し愛され続けているかぼちゃのプリンです。丁寧に裏ごししたかぼちゃを使い、口当たり滑らかに作ってあります。カラメルソースも自家製で、こだわりあふれるかぼちゃのスイーツでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんは栗とかぼちゃのスイーツどちらが魅力的でしたか？行ってみたいお店、食べてみたいスイーツがあった方はコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた次回の東京カフェチャンネルでお会いしましょう。